皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。今日の夢に出てきた少年がめちゃめちゃ好みだったことに賞賛を与えたいさやです。シンプルだった、ね、いやもうやすごい分かりやすかったよ。この感動したいからあのすごかったんだってということで今回こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。苔にしようってこっち結構好きシンプルイズベストってこういうことかなと思うそんなこと言ってる場合じゃないんだって。だからはい、ということで今回こちらです。ジュリー ドリーム、まあ、これいつかももしかして書いたかも。これあった気がする。なんかの時にも書いた気がするんだけど、うん、夢叶いましたおめでとう。ファイナルスタイル、ここに入れたらいいの？困って。しかもこいつら4人もいるくせに入れるとこねえんだ1人も。絵を描いている人のであれば抱く夢ではないでしょうか。皆さん画集です。画集が出ます。出ます。ありがとうございます。ね、昨年に告知もさせていただいてたと思うんですが、はい、すごいおしゃれな、ね、はい、映像でね。そうですね、はい、この時こんな感じの映像で告知してたと思うんですが、はい、オンラインズバージョン2。違う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 、一冊目だからそうですね、はい、初めての画集ですよ。そうです、夏目さんち初の画集、うん、まあ、僕たちの中で夢っていくつかあるんだけど、画集を出すと、イチゴを育てると、もうイチゴ育てると、うん、であと漫画を出す、ラベンダーを育てる、まあ、ラベンダーもちょいちょいガーデニング飾るのやめてブレるからいろいろ。いやいいんだ、別にそれが夢でもいいんだけど、うん、そう、画集を出す、漫画を出す、うん、まあ、そして僕は個人的に映画を撮るとかもあるんですけど、あ、そうだね、それは昔からね。そうね、うん、まあ、そんな夢、画集を出すがこの度皆さんのおかげで叶います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、そちらの発売日がですね、うん、まあ、あの今年の8月に決まりまして、やっと夏休みです。はい、社会人の方は分かんないですけど、うん、あの学生さんはおそらく夏休みだろうというタイミングに出させていただこうと思います。はい、今日は何の動画かというと、うん、画集の発売日がようやく決まりまして、はい、載せる絵が決まってません。ないかもしれない。いや、あるよ、さすがにあるよ。すごい分厚くてさ夏目さんちの画集だっつって、まあ、あ、ちょっと、っね、今まで ね、動画たくさん出てきたので、ね、120ページぐらいあってね。いや、そう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 、きっとこれいっぱい入ってるんだっつって、パカッて開いたらさ、どこに絵があるんでしょうかっつって、あ、ここにいいとこ、あ、こっちにもあったみたいな。楽しすぎるだろそれ、うん、なんでその高価なスケッチブックいや、まあとりあえず今までのね、はい、夏目さんちが描いてきたイラストを載せたいような、載せたくないような担当の編集さんにもですね、うん、それ映画の編集さんと同じ方なんですけど、いや、そうね、すごいね、はい、うちの動画をすごい見てくださってる ね、方で、どの作品をね、うん、出そうかみたいな話とか一瞬するんだけど、はい、全部載せましょうとか、これも載せましょう、これもいいじゃないですか、あ、これもいいですねって、え、これ懐かしいですね、じゃあこれも出せましょうって言って、僕たち二人、それはちょっとそれはちょっとそれ醤油で書いてるんで、ちょっとダメですっつって、いや、なんかね、マジで恥ずかしい。いや、そう、ちょっと時間が経った絵ってちょっと恥ずかしいのね。そうなんですよね。うんうんうん、今のがさすがにちょっとずつやっぱり自分の描きたい絵に少しずつ近づいていってるから、あ、そうだね。なんか当時の絵を見るとこれはちょっと画集にはみたいなのが多くてですね、非常に載せる作品今難航しております。いや、もう本当よ。で、ちなみにまだこの動画を皆さんに届ける頃にはギリギリ最終確定してないかもしれませんこれね。イエーイ。というわけで、まあ、何を載せようかみたいなのも悩んでるんですけど、はい、まあ、もっとすごいこと言うよ、表紙がね書いてない画集っていうのはその顔になる表紙を中に入っている絵から選ぶのか、うん、その画集用に表紙として新たに書き下ろすのかっていう選択がね、まあ考えられるわけなんですけど、うん、ちょっとそれを夏目さんち今回は書きますって豪語しました。はい、だから新しい絵を描こうって話してたの、はい、画集が出るって決まった時から。イエス。締め切りが1ヶ月ぐらい。何してたんでしょうね。今表紙アイディアを頭の中で検索したら404って出てちゃう。なんでエラー出すねいや、でも本当にいろいろとバタバタとねしてるうちに、うん、ちょっと画集の表紙がまだ描けてなかったので、はい、ちょっと今回ですね、はい、皆さんの元に届く画集の表紙を描いていきたいと思います。思います。ただし本当の画集とは違うものかもしれませんので、その点はご了承くださいそれはご了承じゃなくて書けよちゃんとそれはその時出すものを書けよいや変わっちゃいましたじゃないのそれではやっていきましょう。探さないでください。
まあ、ちょっと昔の絵とかもさらっと振り返ってみても楽しいかなということで、はい、まあ、なんかスケッチブックツアー的な感じで、あ、いいですね、行きましょうか。うん、じゃ先生ファイル持ってきた、はい、でかい真っ黒漆黒になっちゃったじゃん。何これ、カムサイズ間違えたらこんなでかくなっちゃった。あとこれサイズ何、ビービー、ちょっとでかすぎる。何も入んねえじゃん。回しても入らねえ。はい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 、いね、絵入ってたでしょ。あららららら、しかもこれ皆さん見たことないんじゃない。あ、確かに高畑町の桜祭りのね、はい、ポスターをね、さやさんが実はひっそり書いてたんですけど、はい、書かせていただいた時のがここに入ってるってことは、このファイルを買ったのも最近だった、最近なんですね。ちょっとこれさ、折れちゃうと大丈夫だよ。あー、なるほどね。あ、こういう感じね。あ、そうはいはいはい、見づらピグモン東京、あ、そう、ピグモン東京さんに、ピグモン東京さんでいろいろな画材買った時にね、はい、作った絵の具とか使ってね、はいはい、なんでこれあれだ、はい、金魚の子だ。金魚の子です、うん、懐かしい懐かしい。あ、お米ちゃん、お米ちゃんやん。夏目さんちがお絵かきチャンネルに、そうね、移行した時に作られたキャラクターをリメイクしたやつ、ね、はい、作られたキャラクターのリメイク。あ、絵がたいじゃん、絵がたい、絵がたい、うん、絵がたいだよね。絵がたいって何。え、それでもやっぱり絵が描きたい。なんでちょっと変えたの。今までも違和感あったけどね。表紙になってるやつだからさ、原画で見ると不思議な気持ちになるわ。いや、そう、本当は紙に書いてるやつですから ね。あ、これはこれあれですよ、あの声優と夜遊びに出演させていただいた時に、はい、石川海人さんの絵を持っていく時にもうめちゃめちゃ緊張して、なんか確か iPad にさらっと書いたラフだったと思う。いや、もう源さんめっちゃ緊張してたもんね。どうしようこれと思って、うん、メカにしちゃって怒られないかなとか、なんかすごいなんか、ね、でも私もだってなんかタンクトップでなんかすごい意気揚々と走っている浪川さんっていう、ちょっとこう、うん、ギャグに走ってしまったからさ。いや、本当私確かに、ありがとうございます。懐かしくない、これ。あ、これはあれですよ、シルクスレッドアート、シルクスレッドアートでやるやつの元絵、うん、そうで、ゲイさんこれを糸でやろうとしてたってことしてたんだよ俺、バカだよね。懐かしい、かわいい、まあ、私これ好きだよ。これなんだ、これ多分、ね、これメンバーさんのリクエストイラストみたいな、うん、確かカンカン坊だった気がする、女の子みたい なんか確かそんな感じのお題だった、うん、いや、この絵すごい好きだった。懐かしいね、これも、ね、さやさん、あ、さやさんだこれ。二人で似顔絵を描こうみたいな、意外と描いたことないよねみたいな、うん、そうそうそう、の時に描いたさやさんの似顔絵ですね、うん、似てないんだけどさ、でもこれ見たらさやってわかるよねっていうのをみんな言ってくれて嬉しかった、ね、だからゲイさんの目から見るとさやはなんかいつもこういう装備をつけてるみたいなね、うん、それかれてるんだろ、それはさすがに、うん、みたいですよ、皆さん見たくねえのよ、ねえ。いろいろ書いてて、いろいろ書いてますね。これ書いた記憶ないでしょ。これさやでしょ、絶対書いてる。やめて、人のキャンバスに時々混入させるの。ちょっと目と目めっちゃ離れてますね。これ画集に載せたら意味わかんないでしょ。で、源さんのすごい絵、すごい絵、弱き心みたいな。これ1枚使うの、こいつ使うでしょ、縦でこう全面で縦で。そう、今回ね、うちの画集ね、閉じ方を、なんだっけあれ、閉じ方の名前をド忘れしたんで、ちょっと後で調べる。エクストリーム観音開きっていうんですけど、まあ、そういうやつです、はい、絶対違うんですけど。本って、開いた時にこうさ、なんか M 字になっちゃう、なんかカモメさんみたいになるじゃん、横から見ると可愛い、うん、だけどそれをカモメさんじゃなくて、塗り壁みたいになるようなまあ、要は平たくなるやつですね、うん、うん、手で押さえなくても、真ん中でスパーンと、あ、そうそうそう、完全に開ききるみたいな構造にね、今回ね、そこちょっとこだわってというか、ちょっと今回そういう閉じ方にしたんで、はい、だからこの弱き心もシームレスに見ることが2ページに広がって、うん、それは言っていい、あのページの無駄遣いさすがに。でこれね、これがあのさやがさっきやってた初めてのミリシラ企画で描いた絵を、うん、また今の夏目さん家でリメイクしようぜっていう時に描いた、はい、ね、だいぶお姉さんになりましたね、だいぶ変わったね、ね、うん、懐かしいね。なんかいろいろ、まあもちろんこれだけじゃないし、あの、うんうん、たくさんね個人的に描いたやつだったり YouTube で出してなかったりとか、そうね、っていうイラストも載せさせていただくとは思うんですけど、うん、できれば YouTube で書いたものもたくさん載せられたら嬉しいけど、僕たちの精神力が持つかどうかってでもこれからも頑張りたいですね、うん、っていう気持ちも込めて、やっぱりここでね、はい、皆さんと歩んだ記録という意味で、まあ、そういう意味でオンラインズなんですね。あ、そうですね、そう、オンラインってあのほらネット、僕たちって皆さんに知っていただいたのって、うんうん、間違いなく、そう、 YouTube で、 YouTube から僕たちに知っていただいて、僕たちが描く絵も見ていただくようになって、うんうん、っていう意味もあるし、そこのこうオンラインっていう意味もあるし、描いた線の上っていう意味も込めてオンライン図にしてみました、うんうんうん、そう、ちょっとねおしゃれなの、おしゃれなのよ、ゲンさんの、そう、ゲンさんちょっと、ね、そういうの好きだから、そう、ゲンさんそういうの好きだから、あのちょっとおしゃれぶっちゃったんですけど、うん、まあまあこれからも書いていくよっていう意味でオンラインズなんですよ。そうだから、ゲンさんはオンラインズって、さやさんはさやちゃん、ゲンちゃんのお絵かきブックってしようと思ったんだけど、はい、やっぱりちょっとオンラインズの方がねかっこいいということで決まってしまいましたね、うん、決まってしまいましたって、ね、よかったよ、それなんだ、残念です、知らず知らずそんなやばいタイトルさやちゃん、ゲンちゃんのお絵かきブック
逆に気になるかもしれない。太古の絵とかもあるんか。太古の絵あるよ。これ見て。懐かしい。ででん、問題です。はい。はい、こちらの絵、はい、そしてこちらの絵ですね、はい。はい。一体何で描かれてるでしょうか。簡単じゃない？嘘。チク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 。だって今ページめくるたびに正直ね、うん、カフェの匂いする。そうそう、これはね、実はね、コーヒーで描いてる絵なんですよね。コーヒーで初めて描いた絵ですね。はい。なんか最近もコーヒー使いましたけどね。うん、懐かしい。これちょっとやばくない？うん、やばい。これやばいよね。やばいしか言ってないわ。うん、語彙力もやばい。これあれだ、夏目さんちがお絵描きを動画にし始めた1ヶ月、2ヶ月ぐらいで出したやつよね。そう、多分ね、2、3本目ぐらいだと思うよ。そうだよね、そんな感じだった気がする。うん、これも案件じゃなかったっけ？そう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 、ね、戦車のゲームの案件をいただいた時に描いたイラストで。タンクスブリッツに。あ、そうそうそう。で、ゲンさんが描いた線画をサイさんが着色してるっていう。そう、ね、そう、当時のゲンさんね、色塗るのがね、苦手意識ありすぎて、サイさん塗ってよって。ね、ありましたね。ああ、これはお夫婦さんだ。そうだね。お夫婦さんについてくるポストカード、うん、ポストカードのイラスト、特典のイラストとかだったね。はい、この子も好きだな、僕、かわいい。謎さん、謎のゾウさん、謎のゾウさん、うん、佐藤のゾウさんっぽいけど、薬局のね、確かに色味があ、そうだ、これ、これだ。そうそう、ゲンさんはこれで、はいはいはい、セイさんはこれです。懐かしいな、これも。でもね、一応まだね、今も あ、そうみたいね、はい、この2枚のイラストのポストカードと塗り絵がついてくるバージョンのセットはまだ売ってるみたいね、はい、販売中みたいなので、うん、もし気になった方は、はいはい、ぜひこれ塗ってみてください。これコピック耐久だ、はい、コピック載せます？載せます？とか言うとなんかみんなもえってなるんだけどでもなんかあまりにもだよね。ね、懐かしい、うん、最後の方のなんかどうにか使い切ろうとしてる。え、あのおじさん、あれ、おじさんはどこ行ったの？最後ね、うん、あの走り切る時に ね、最後までいてくれたおっちゃんがいたんですよ。ないね、どっか行っちゃったな。なんかそういうさ、うんうん、思い出も込みでこういうの入れても面白いかもね。いや、そうね、うん、動画の中に行ったやつとかね、うんうんうん、あとはもう皆さんに見ていただきたいような新しい新規のイラストも何個か入れられたらいいなとは思ってるんだけど、うん、表紙どうするかって話よ。いや、そうだった、忘れてた、うん、ちょっとなんかさ、どういうの行きたいみたいな、ちょっとラフ書きません？あー、いいですね、うん、ちょっとさらっとやってみますよ、うん、やってみましょう。じゃあまあ簡単にちょっとデザインしていこうかなと。まあ、もちろんこれで決めたりはしないですけど、はい、俺たち、私たち、画集どんな表紙がいいんだい、用意スタート。いいんだい。なんかどうせだったらなんかさ、こう2人の要素がちゃんと合体したいみたいな、ね、うん、そうなんだよね、うん、なんかうまいことできないかな。ゲンさん洋食派で私は和食派みたいな感じでさ、うんうん、なんかこう混ぜれたらいいよね。なんか例えたことによって分かんなくなった、うん、パッと目で見てさ、あ、夏目さんちだみたいな、まあね、そうね、こう分かってもらえるようなトレードマークはさ絶対に入れたいということで。まあね、そうすると膝&コードになっちゃうよね、うん、膝&コードは外せんことになるよね。なんか映画のタイトルみたいになっちゃう、うん、膝&コード。いや、 なってないよ別に、安心して。逆になんかちょっとリアルな夏目さんしか言ってない。せいさん下まつげないからその辺もリアルにしないと。その悲しいとこまでリアルにするせいさん画集っぽくね、ちょっと。なんで中途半端にリアルにするの中途半端すぎる。タイトル入っちゃうもんね。そう、タイトルをどう入れるかみたいなところもあるじゃん。ね、何で入れる？ひらがな？ローマ字みたいな感じにする？そのなんか深夜アニメみたいなノリにはしない膝をね、出すにはね、全身を入れなきゃいけない。いや、そうなんだよね。さやさん、そこなんか毎回いつも思うけどさ、大変そうだなと思う。うん、なんか構図の縛り急に出るよね、膝入れたいことによって、ね、やっぱね、人体っていうのはやっぱね、耳から膝は、ね、出ないんだよ。まあね、そう、なんか当たり前のこと言われたんだけど、まあねとか言っちゃう膝隠れてんの？どうした？酔っ払ってるのか。酔っ払わないと膝隠れないんだ、もうさやさんそれほどまでに。でもオンラインってさ、線っていう言葉が入っているものとかをいろいろ考えると、水平線とかでも良さそう。あー、おしゃれ、ホライズン、ね、そう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 。なんか僕はなんかちょっとそのさ、自分でつけといてなんだけどさ、うんうん、なんか画集のタイトルにあんまり縛られたくないなっていう気持ちはある。あー、それはあくまでも画集のタイトルだってさ、絵のテーマではないから。あー、そういうね。もう一案書こう。え、すごい、ゲンさんってばアイディアの宝庫じゃん。それカリブの海賊。カリブの海賊ってそんなアイディアの宝庫なの？ディズニーランド行ってさ、カリブの海賊乗ったんですけど最近。あれなんかさ、冷静に考えるとなんかすごいもの見せられてると思うよね。やばいよね。俺たちは一体何を見せられてるんだっていうさ。あ、そうそう。いや、なんかそう、あれは海賊っていうのはこんなやつらなんだぜっていうのを見せる場所だっていうのは分かってるんだけど、うん、一個一個さ、なんか羅列してみるとさ、井戸に沈められてるシーンから始まるんだがみたいな。確かに。あれ拷問だよ。あ、そうそうそう。ガチの。なんかすごいスタート切ったな。確かにね。でも僕とさやの絵ってさ、交わらないんだよ。そうだね、わかる。同じ作者だとは思えないよね。同じ作者じゃないんだよ多彩な画風がある作家さんとかじゃない、そういうことじゃないんだよ
思えないね。思えねえよそりゃ別人なんだ。同じ表紙上でさ書くときに、うん、僕はデジタルで塗ると思うし、それさんはアナログで塗るから、そうね、うん、2人の絵を画集に載せるってなるとさ、うん、いやそうなの、表紙でさ それぞれで書いたやつを後で合体させるって感じになるよね。どうなるんだろうねっていう解決法を今僕は1個考えてるんだけど、うんうん、まあちょっとそれは後で説明しますね。全然イラストっぽくないんだ。そうそう、本当どうしよう。見て穴から出てきたゲンさん、一つの水平線が今交わった瞬間これコードが漏れ出てる。これしかももうゲンさんがよく描く頭のさあの飾りかけないから、もう見てもゲンさんのゾーンって書いてある。餅みたいになってでもさ画集なんて出せると思った？思ってないよ。だってゲンさんだって自分が料理本出すとは思ってなかった。思ってないけどそんなに離れてたそこまで離れてたなんかなんかさでも妄想はしたことなかった。あ妄想はでかさほら学生の頃さ自分でさ自費出版ってね、あそう自費出版みたいな感じで、ね、うん、なんかそういう形で自分の同人誌的なね、はいはいはい、感じでイラスト本みたいなやつは、あ、なるほどなるほど、こう自分のために作りたいな、うん、みたいなことは思ってたけど、まさかね、ねえ、ちゃんとレシピ本が出るとは。レシピ本なんかいけるでもなんか逆にそう緊張しちゃうよ。表紙だよ、千載一遇のチャンスの表紙。いやもう本当に、いやだからもう本当さそれによってた なんなら皆さんが手に取ってくれるかどうかのさ。いやそうよ、あの YouTube で言ったらサムネイルじゃん。あ、だからこれさ常々思った、あ、終わっちゃった。ゲンさんのサムネイルの話が聞きたい方は概要欄にある URL から飛んでね出さんからね今喋るよじゃあいやなんか YouTube ってさ、うんうん、あのサムネイルってすごい大事なんですよ、もちろん。そうね。でも YouTube のサムネって何がいいって、うんうん、いや違うってなったら速攻変えられるの。あーそうだね、タイトルもサムネイルもすぐ変えられるわけよ、うん、だから皆さんにもっと見ていただきたいって時は動画の切り取る場所を変えたりとか、こういう言い方にちょっと変えてみようとかってやるんだけど、うん、画集もそうだけど漫画も、うん、出したらそれだけ、出したらそれっきりじゃん。あまりにもなんか変えていい文化にいるから、画集の顔はこれです、タイトルはこれですって決めて一生出続けるってなんかすごい緊張感だなって。そうそうそうなのよ、なかなか謎の感覚だとは思うんですけど、うん、YouTuber ってコロコロ変えられるから。あそうだね、はい、まあ、ということでざっくりなんとなくイメージを書いてみました。表紙です。せーのドン。どうですか？いや可愛いんだけど、うん、いや可愛いわ。これはザヤさんがいつも描くような、はい、あの長髪の男の子とデギンさんがいつも描いてるメカの女の子ね、はい、この帽子の部分、うん、この部分はちょっと私は描けないんで。そう、ゲンさんのゾーンってすごい丸投げの文章ほらここで僕らは出会ったの、はい、オンライン。ああかっこいい。でここにオンラインズって一緒に入ってる、うんうん、なんかかっこいいんだけどなんか絶妙に笑えるの何なの、うん、ちょっとシュール画集の中に入っててほしいわこれお前本当に描いたんかっていう、かわいいわこれ。なんかこう絡んでる感じいいな。あそう、出会ってしまった感じが、うん、見てよく見てほら膝とさコードがほら抱き合って。あそういうこと、あちゃんとオンラインズでいいよそれ言ったら何でも許されるみたいになる、はい、松井沙耶さんこんな感じで。なるほどね、はい、いや僕のはまず2段考えてみたんだけど、うん、かっこいい、なんか普通にかっこいい。 そもそも僕たちの絵ってもうゴリゴリデジタルとゴリゴリアナログ派じゃん、うん、はい、そうですね。だなんかあんまりこうちゃんと画面として絡んだ絵描くと違和感すごいんじゃないかなと思って。うーん、でかといってどっちかがどっちかの絵塗るっていうのも変じゃん、うん、そうだね。だから今回は、はい、なんか分けられる構図がいいのかなと思って。うん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 、分けてるけど一緒みたいなみたいな、うんうん、でなんかこうダンスする時の手を取り合うこういうポーズあるじゃん。あ、うんうん、社交ダンスみたいな、うんうん、っていうなんかそういうポーズをお互いこう撮ってるみたいなので真ん中で合わさってるみたいな。あーいいですね、うん、これさやのあの長髪の、うん、好きなやつ、長髪とコードの形が一緒に、うん、あー、うん、そういうね、そういうねっていうパターン、うんうん、そうだからオンラインズいいのよもうネタになっちゃうじゃん、もうオンラインズこんなにね、まあ、自分の画集いじることもない、いじることない、うん、オンラインズってことです。あうん、いいねいいね。ただ僕はもう一個考えたんだけど、うん、これ多分あのそもそもあの画集の担当の編集さんにも確認しなきゃいけないんだけど、もう一個こちら、はい、もしごめん時間ないからクソ適当になったんだけど、でもちっちゃいね、うん、文句何かというとなかなか見たことないんだけど両拍子って分かる、両拍子、あこれ例えばこれもドンフォゲノートじゃん、うん、これドンフォゲ、ドントフォーゲットって書いてある、うん、でこっちにもドントフォーゲットって書いてあるみたいな、あうんうん、イメージ、うんうんうん、だ要は2人の絵がそもそも画面上で交わらすのむずいんだったら、うんうん、2人とも原サイドさやサイドでどっちも表紙ですみたいな、あーいいね、あいいねそれもっていう作りできんかなっていう、まるでなんかパッケージが2つあるの、あ、うんうん、現エディション、再エディションがあるかのような顔しながらあの、はい、実は1冊です、実は1冊ですって、うんうん、両面でね、あ
いいねこれ。そしたらなんか2人がさ好き放題表紙を一面描ける。確かにね。そう、お互い好きなものを描くか構図で組み合わせるか、どっちかなっていうのはちょっと悩みどころだなと思ったけど、うんうん、まあちょっとこれで決めるともいけないんですけど、うんうん、はい。あ、だからなんかこのポエムが入ってたら朝井さんのが採用されたんだなって思って。あ、なるほどね、確かに、うん、表紙にね、うん、煽り文でね。あ、そうそう、うん、あ、これなんかここまでがあれのタイトルだから、これデザイン、ここで僕らは出会ったんだ、これデザインで、オンラインズっていう、これがタイトル、うん、だから Amazon とかにもこれで載る。もうこれをデザインさせられるデザイナーさんのミニムだったでしょ。ね、本当に。それすごいね、今回あのめちゃくちゃあのすごい方にデザインしていただいて。はい、それもね、もうちょっと決まってて、ね、楽しみにしてるんですけど、ね、すごい楽しみ、はい、ちょっとまあもうちょっと2人でちゃんとね、うん、もちろんあのこれで決めるわけじゃないんですけど、今15分しか経ってないからね。そうですよ。あのもっと2人でこれここからどういう風にしようかなっていうのを考えながら、うん、はい、ちょっとこの後もうドキドキですが人生初画集の表紙を書いていきたいと思います。あなたも出会うこの女、気に入ってんじゃん。さあということで書いていきましょう、はい、表紙、はい、はい、まあ、どういう風にするかと言いますと、うん、いやもう悩みに悩んだよね、はい、悩みに悩んだ結果あの両表紙という選択肢にしました。いやそう、はい、あのね動画の中では結構ね2人で1つの絵にしようかって言ったけど、ね、どっちにしようかみたいな話してたんですけど、うん、はい、まあ、結局好き放題好きなもんお互い描いたものを、うん、デザイナーさんに任せてあのぶん投げてかっこよくしてもらおうっていう。はい、いやでもねあの、はい、お互いなんていうかちょっとずつねお互いの要素入れようみたいな ね感じで、そうそんな感じで言っております。なので今回ね今僕下書きというかラフが終わったので、はい、ペン入れしていくんですが、まあオムライスだったりペンギンだったり、あ、そう、うん、ちょっとそういう要素があのそう、なんかちょっとさやさんが普段書きそうなやつをちゃんと原産ペン、ね、僕の合図で書いてるわけなんですけども、いやこの子ね、はい、マジめっちゃ美人なのよ顔が。 ありがとうございます。すっごい好きです。そうなんか結構直感で描いて、うんうん、描いた割には可愛い顔が描けて、はい、はい、いやそしてあの肝生物が一緒に、そう、はい、この子が座ってるね肝、はい、生物くんのね、はい、ケンさんがずっとこいつキモいなキモいなとかって言いながら、いやもうマジでキモい、描いててキモいなってずっと思ってしかもねなんかちょっとニヤニヤしながらね、うん、ずっと描いてたのがすごい面白かった、はい、まあというわけで今回もですねプロクリエイト使って、うん、はい、まあ、iPad だけで描いてます、うん、おで色もなんかあんまり決めずにこう塗っていきながら、うんうん、いじりながらっていう感じでやってるので何の計画性もなく乗せた色を乗せて色を変えては悩んでみたいな感じでやってます、ね、いやねちょっとタイムラプス、これだからやっぱデジタルのタイムラプスってさ、うん、あのこの試行錯誤してるところも見えるの、ね、全部見えるよね、過程がね。そうそうそう、で肌はねちょっとね僕癖として一回めっちゃ黒く塗ってから、うんうん、浅黒く塗ってから色をねなんかこう薄い感じに調整していくっていうのがいつもの方法なんですけど、はい、まあ、頭のキノコっぽいやつの色もずっとなんか適当に悩んでたりして。いやねこの子のね、はい、瞳の色とあとなんかオムライスから謎に出てるスライムみたいなやつ、うん、あれなどっから出てんだろうねあれね。あれ僕も分かんないね。分からないんですか。分かんない、なんかこの子の頭にドロッとしたものをかけておきたいっていう気持ちで塗っただけだから、うん、いやでもねなんかそこの色がね、はい、瞳の色とその謎のドロッととあと毛先っていうんですよ、コードが出てるの髪の毛、あの髪の毛とコードがもう分かんなくなってる途中から。そういう子です。そういう子らしいですよ。髪の毛なのかコードなのか、うん、そんなの俺も知らんで、はい、そこの色がねすごい好きだなっていうのと、はい、あとねちょっとさやさんね、はいはい、気づいちゃったの。何？ハイソックス履いてんのよこの子。そうだよ。そうもちろん白ハイソ。そう白ハイソ、しかもこれねブランドウサガナイなんですから。えこれウサガナイなの？いやそれはちょっと初知りだよ。イーストボーイならぬウーストボーイですよ、ね、ウーストボーイ。あー、はい、そしてこのそしてこの謎の肝生物、何色にするかも決めてないからさ、うん、なんかすごい、うん、あの何色にしようかな、うわキモいなどうしようってなって塗ってますね、はい、そして僕のパートラスト、はい、はい、おやおやなんだかさやさんらしいひまわりがまぶたがある。はい、そしてさや、はい、さんのターンということで、はい、もうデジタルラフでカラーラフまで終わってるんですね。そうね、もう大体こんなんです、はい、もう皆さんもうこれですよ、ね、早いなまあね、いつも通りね、はい、はい、あの大体デジタルでもうここまでデジタルで作って、はい、それをあの画用紙にこうね写して、はい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 、でこっから水彩画でね、なるほどね、塗っていくっていうのがいつものあれなんですけど、まあ、塗りたくないところに最初マスキング塗って、あ、そう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 、いやもうね、うん、
なんか長かったこの絵は本当にちょっと大きいしねやっぱね。あ、そうね、そう今回2人ともサイズね、やっぱあの画集の表紙だからといって、うん、あの気合い入れて大きいサイズで描いてるんだよね。いやそうなんですよ、うん、いつもは A3 サイズぐらいでね、はい、動画だとねで描いてるんだけど、今回 B4? あ、そのぐらいで描いてたね、うん、確かね、うん、なんかそれぐらいなんですよ、うん、でかいいやもうだから我々はもうこのとりあえずもう絵を出して、はい、かっこよくデザインしてもらおうということでね。いやそうイメージジャックの大由美さんという方がね、いや本当にデザインしてくださるということで、ありがとうございます。ね、すごいかっこよく、かっこいいデザインをね、ね、こちらの方でちょっとびっくりしちゃったもんね、うん、いやそしてね今回は、はい、あのゲンさんにはほら、うん、あのオムライスとかね、オムライスとかね、はい、あったのさや、ね、はい、さんっぽい要素をちょっと入れてもらったので、さや、うん、さんはちょっと行動とかをちょっとねじ込んでみました。ねじ込んではいるものの信号機なんだよなって。いやそうまあでも確かにさやさんの信号機から行動が生えてることはないね、いつもね。いやそうですね、さやの信号機から足が生えてることの方が多い気がするから、うん、電気で動いてないもんね、うん、あいつ多分電気性じゃないから行動いらないよ、うん、いらないもんね、普段はね。そう、うん、でねほら、はい、あのゲンさんのイラストの最後にも登場したこのひまわりは実はここから来てるんですよ。ホライター僕の方だともうちょっとまぶたってキモいんですけど、あそうなんか凹凸あったよね、はい、なんかでそうゲンさんがね、はい、こうほぼ同時進行でねゲンさんと描いてたんだけど、ね、うん、相談しながら描いてましたね。そうゲンさんがひまわり描き出した時にはそいつまぶたそんなに眼球あるんだって思ったもんね。ちゃんとありますよ、ね、そう僕の世界ではね、サヤの世界ではないかもしれない、うん、確かに、うん、やっぱ世界観の違いなんだ、ね、はい、はい、でも今回もねもうほぼあれですね、はい、水彩色、うん、水彩と色鉛筆だけで描いてますね、はい、でもこれも最後ペン入れはもうずっとねだから水彩でペン入れしてるってことですよね。あそうですね、これもメンソーフでもうゴリゴリ使って、うん、ねなんかいやちょっと待って俺見つけちゃったんだけど、最初色塗り忘れない。え嘘、えちょっとこれ今から塗るこれ大丈夫かな、やめろっておいやめろって今なんか生地のあたりがそわっとしたんだけどやめろっておい。まあねデジタルで直せるんだろう最悪言ってなかったからね。はい、助けてください。最後にお花の模様を入れまして、はい、こちらでさやさんのね表紙のイラストをフィニッシュさせていただきますわ。さあ、はい、そして2人分揃いました。揃いました。こんな感じです。てかまあさっき見えてましたけども、はい、こんな感じで僕の方の表紙現在のはこうなっております。はい、まあ、裏表紙ですね僕の方は。そうだね。はい。はい、そしてさやさんサイドはこちら。こちら、はい、はい、いやーいいですね、バキバキに書き込んで、いやなんかもういいね、まぶたない、いやお互い本当自分の好きなもの詰め込んだという感じで、うん、そうだね、はい、まあ画集のね、はい、ふさわしい絵になったんじゃないでしょうか。ねこのお互いコードでニョキニョキしてますけど、ニョキニョキしてますけど、じゃじゃん。さあそしてここからデザイナーさんの手によってどんな表紙になるのか、ゴロジロ。さあということで皆さん今見ていただいたと思います、はい、あちらがですね画集のね、はい、表紙のイラストになります、はい、そして、まあ、なんかほらこちらがゲンさんが表紙用に描いた絵とこちらがセンさんが表紙用に描いた絵になります。ならないでなんで消しゴムなんだ表紙用に描いた絵の消しゴムじゃんみたいな、バカには見えない絵なんだよこれやめろよ、ね、今描いた絵さんが描いた絵はあのアナログなので、まあね、その紙なので、そういうことですね、はい、ちょっと出版社の、ね、方にね今送ってしまったので、はい、今これしかないんですけど、はい、すみません、あのそうなんですよ、はい、いいスキャナーでね、はい、しっかりあのスキャンするために今送ってあってないんです、はい、うん、手元にある時に取っとけよって思うよね、はい、うん、まあね、えでも手元にないけど表紙がなんと、はい、デザインが出来上がりました。イエーイ、ありがとうございます本当に、はい、いやね、そうゲンさんが描いたこの絵とさやさんが描いたこの絵が、この絵のインビジブルさやのがあるんですけど、はいはい、果たしてどんなかっこいいデザインにしていただいたんですよ。すごいですよね、皆さん見てください、はい、こちらが夏目さんちの画集、はい、オンラインズ表紙です。せーの、どうぞ。かっめっちゃかっこよ、こよくない、すごっ、ね、めっちゃいい、おしゃれ、めっちゃおしゃれじゃない、でもこれおしゃれな海外のカフェとかに立った、あ置いてありそうなぐらいおしゃれなデザインにしていただいた、はい、すごいおしゃれだね。他のねいくつか候補もいただいたんですけど、うん、他のもバカみたいにおしゃれだったんですけど、すんごいおしゃれすぎてちょっとね、おっと美術展かなみたいなポスターみたいなのもあったんですけど、ね、はい、ちょっとまつげ伸びそうだったの、そうちょっとこれ出していいよって言われたらちょっとこんな感じで、他の候補もあったんですがこんな感じでした、はい、だけどちょっとね、夏目さん的にいろいろめちゃくちゃ悩んで、うん、こちらのデザインを選ばせていただきました、いただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます。すごい。そう、ほら見て、サイヤとね、ゲームそう、実はね、ちょっとね、端っこの方に入ってて、そうなので、こんな感じで最初に話してた通り、両表紙というスタイルになりました。正規の表紙というか、表のね、ちゃんと表紙の方はサイヤの方、はい、はい、サイヤの絵がこうやって使われてますね。まあ、こんな感じで、まあ、ちょっと色味がまた変わるとは思うんですけど、うん、で、僕の方が裏表紙、はい、ここ、おそらくあれですね、バーコードで札が貼られます。貼らねえよ怖すぎたら、ここに急に裏見たらお札貼ってあるの嫌でしょ。疑惑つけんな、ね、こいつまで入った。こいつまで綺麗に入った。こいつちょっとね、入れてもらうの入れなくていいんじゃないかなとか思ったんだけど、ちょっとキモいから。ほら見て、でもひまわりちゃんは綺麗に隠れてんだよ。こいつもちょっと隠してほしいかもしれない。ちょ、怖くない？こいつ、やっぱそこにお札貼っとく、うん、お札貼っとくか、こう、うん、さあ、こんな感じになりました。いや、素敵なデザイン。いや、なんか本当に現実になろうとしてるんだなっていう感じ。すごくない？やばいよ、こうやって。もうなんかすごい嬉しい。うん、なんか自分の絵がこう表紙になるというか、うん、本になるものの、はいはい、実はあれですよ、さやさん、あの、僕初体験ですからね。あ、そっか、それ映画の時は。そうですよ、僕は自分の絵がこう皆さんにこう販売される、うんうん、こうちゃんとした出版社さんから出るものの、がっつりこうゴーンと表紙になってるのは初めてです。まあ確かに、それがの時もね、やっぱあのタイトルどうしますかって何なんか出していただいた時、うん、そうそうそう、あれもすごい感動したけど、ね、いろいろ出していただいてね、うん、であの時やっぱさやの描いた表紙だったんで、あ、そうそうそうね、まあ、すげーって言って僕は見てたんですけど、うん、いや確かに、源さん、はい、初めて僕も表紙になるというか、まあまあ、そんな肩張らずにいいよ。噛んでて先輩さんするいやー、はい、嬉しいね。ではこんな感じになりました、はい、ありがとうございます。さあ、こちらの表紙、目印のオンラインズですが、はい、なんとただいまより予約受付開始します。ただいま、今からです。今だって、はい、皆さん、こちらのね、情報こちらになっております。はい、はい、夏目さんちアートワークスオンラインズです。オンラインズです。こちらですね、今概要欄のリンクの方から、はい、はい、予約受付開始しております。発売日が概ね確定はしてるんですけども、発売日8月下旬になっております。また正式にあの確定しましたら、あの皆さんにお伝えできればと思うんですが、はい、はい、8月下旬発売予定となっておりますので、皆さんもしよければこちらの夏目さんちの初の画集を、はい、お迎えいただければ大変嬉しく思います。冬季購入者特典で、源さん特製森塩がついてきたりついてこないけど、なんでそのお札とか森塩とかさ呪われてんの。え、ちょっと夏だからさ、涼しい要素も入れとこうかと思って。そういう涼しさいらんの。そしてですね、媒体によっての特典もありますので、皆さんそちらもぜひチェックしてみてください。はい、ちゃんとした情報今ここに出てます。この辺に出てるかな、見えねえよそこじゃ。はい、まあ、皆さんなのでね、ぜひ夏目さんち初の画集、ね、はい、もう次出せるか分かんないんで。いや、まあそうですね、結構昔の動画からもね。そうなんですよね、はい、結構モリモリに絵も入れてますので、はい、まあもしね、またいつか活動続けて次が出せるようなってことあればいいとは思うんですけど、はい、まあ、でも本当に一生に一つ出せるか出せないかの画集なので、はい、皆さんもしよければぜひお手に取ってみて、飾ってみて、写真を撮ってみてください。終わっちゃうんだ、びしゃびしゃなの、トロトロになる画集としてもこう開きやすいね、はい、閉じ方になっておりますので、コデックス層というらしいですね。ああそう、はい、こういうくないですか、うん、コデックス層って。だからこうパタンとこう閉じてね、あ、そうそうそう、開いて別に手で支えなくても開ける状態になってるので、うんうんうん、あのじっくりお気に入りのページ飾っていただいて、そう、メガネ橋みたいにならないやつ、ね、うん、あ、そうそうそう、メガネ橋ね、メガネ橋っていうのはい、というわけで今回のポケットモンスターブラック&ホワイトです。ちげえよやめろ確かにね、なんかあのポケモンみたいなこう対応なすパッケージみたいになっちゃってるから、はい、うん、いや皆さん、あの勘違いしないでほしいんですけど、本当にこれサヤエディション限定じゃないので気をつけてくださいね。サヤで一冊、限定一冊じゃないですからね。夏目さんちで一冊をややこしいことに両表紙で主張してきてるだけなんで、あ、そう、あ、ちょっとなんか分かりづらいから、ちょっとこの iPad とか半分にバキッて折っといて、うん、そしたらみんな分かりやすいんだよ。分かりづらい両表紙なんだって分かってほしいわ、そのご覧くても、はい、てなわけでこの両表紙の夏目さんち初画集、ぜひ皆さんよろしくお願いします。オンラインズと申します。よろしくお願いします。どうぞ。滴ってる、キュキュ、どっかどっか行った。何これ、何が起きてる今これ。開けちゃった。どうやってやったの？何が起きたの今？何が起きたの？もう二度と今の現象起こせない。なんか最後すごいお祝いしてくれた？なんかすごいね。そう、なんかかっこいい感じで、なんかあの、ね、どうやってやったの私？お札貼っとった。やっぱお札貼っとった。ちょっと怖いし。無病息災。